こんにちは。失敗は成功のもとと言いますけども、本当にそうなんでしょうか。まあでも人生にはですね、大きな失敗をしたからこそそこから這い上がって新しいきっかけをつかんだっていうことありますよね。まあでもこれもある意味過去を肯定的に見ているということなのかもしれません。もちろん過去を否定的に見るよりも肯定的に捉えた方がいいのはいいんですけどもね。であえてね、今回そこにアンチテーゼを埋め込むとしたら何があるかなということを思い出してみたんですけども、じゃあね、失敗をきっかけに成功する人とそもそも成功しかしない人、どっちがいいのって言ったら、成功しかしない方がいいなと思うわけですよ。それから失敗から復活して成功をつかんだ話っていうのは確かにいい話なんですよ。でも失敗をしてもう挑戦ができなくなっちゃったって人の方がやっぱ数として多いんですよね。いわゆるトラウマってやつですか。昔こんな失敗したからもうその挑戦はしたくない、自分にはもうその方面では挑戦ができないと思ってしまって挑戦すらしない人、それからそこまでいかなくてもやるたんびに失敗すると、失敗するたんびに強くなればいいんですけども、失敗を繰り返しちゃうともういいやってなっちゃう人の方がやっぱ多いんでしょうね、きっとね。だからなんていうんですかね、失敗したことをバネにっていうのも確かにそうなんですけども、失敗なくして成功だけしかしないっていうルートがやっぱり羨ましいですよね。で今回ね、花井レモンさんがその塾破産をしたりとかスマホを1年使わなかったっていう体験、そこをもとになんか這い上がってきたみたいなね話もありましたけども、でそうじゃない人もやっぱりいるんだろうなと思うんですよ。ただ失敗ばかりしてやる気がなくなって消えた人っていうのは語らないんで、なかなか存在としては気づかれないですよね。どちらかというと昔はきつかったけどもそこから這い上がってきた今があるんだみたいなのっていうのは言ってる本人も気持ちがいいし、聞いてる人も参考になるしって形でもてはやされてる例があると思うんですよ。まあでもね、これで何が言いたいのかってことはないんですけどもね、ちょっと考えてみると消えていくと話題にも上らないんだなってことなんですよ。消えたことで話題に乗ればまだいいんですけどもね、消えて話題にも乗らずに結局何だったんだろうみたいなね、そんな人生もあるのかなと思うとやっぱり負けてたまるかと思いますしね。あと、失敗成功ってよく人は言いますけども、私自分の人生振り返ってね、成功も失敗もないような、なんか起伏と言えるものっていうのは誤差の範囲での上下があるんですよね。だから全ては誤差の範囲で上下してて、まだ私はね、自分で言う成功にも失敗にもまだ出会えてないなと思うんですよね。これからね、失敗するにしても成功するにしても大きな印象に残るようなエピソードが私の人生にも待ってるといいんですけどもね。ないですかね、いかがですかね。ということで今日はおやすみなさい。いってらっしゃい。